お最終話やのにやる気ないやつすんじゃん。ああいう最終話やのにお前やる気ないやつばっかり。あんま戦闘ばっかしかな。あらゆる人間どもの悪徳が量子法の力となる。俺の量子法も出るっす。サタン様の祈りが終わり、この炎が十二の時を刻む。その時暗黒の光が地上に降り注ぎ、世界は崩れ落ち、そして闇に帰る。フルートでテイクバスは無敵だ。キバサが最高やな。やばい、俺12時になるまでに助けんとアテネが水浸しなと。アテナがふやける。全員話さないかなと思って。絶対カの話はもうそのまま突進するとか言う。証言もある、証言もある。あそこかさ、お前スーパーリンパ片っ端から崩していこうぜ。
なそのままやっぱ突進するだけだ。どうしたんですか？ずっと空を見ていたようですけど。よろしくね、アンさん。なんでもないなんて顔には見えませんよ。大神さん、なんだか。そうです。成長してない。みんな一緒です。きっとみんなも怖いと思ってる。しゃ、私だって怖い。一人じゃ顔を上げていられないほど怖い。私はまだでもみんなが一緒だから、大神さんがいてくれるから私は戦えるんです。大神さんが励ましてくれるから私は頑張れるんです。だから自分のことを悪くは言わないでください。大神さん、今は戦いましょう。今戦わないと未来をも失うことになります。みんな環境にいます。大神さんを、隊長を待っているんです。さあ行きましょう。二人が一緒ならきっと大丈夫ですよ。そうですよ、一緒に頑張りましょう。そして未来を守るんです。ああ、なんかスパロボやりたくなってきたな。ヤマトのやつちょっとやるか。一つ二つ、ああ、逆に一つ二つ前の方が高いかな。将棋丸の火力では縄文さえ破壊できないわ。ああ、こんな出てきたらどうしよう。ちょっとしよう。私はね、
少女たちを戦場に送り、この椅子に座っていただけのダメ軍人だ。だが君たちを誰よりも愛し、そして君たちの命を尊いと思っていた。いつの間にこの写真撮った。しかし早梅君、断じてこの世界を魔の手に委ねるわけにはいかん。委ねる。生徒全域に緊急警報が発令されました。市民は指定区画に避難してください。市民の避難完了しました。最終安全装置解除、発進準備完了。よし、量子核機関始動。セーマ上に進路を取れ。空中戦艦ミカサ発進。もう劇場図か。するせや、あれは勝てるだろうって。あ、ツーがなんつけ組とか出てこんのか。米田がいよいよ奥の手を出してきました。所詮悪あがきでは。さあ存分に歓迎しておやり。次回のビデオあるやん。